やっと来た。ダサい。皆さんこんにちは。ミーハクチャンネルのミーハクパパです。これから家族で出かけるんですけど、パパが、まあ、今ちょっと部屋着なんですけど、出かける時にパパがダサい格好をして出かけようとしたら、ミウとハクとはどんな反応をするのか、ちょっと、ね、検証してみたいと思います。ダサい格好をしますんで、母さんどう思う？わからん。わからん。どう思う？めっちゃダサい格好するよ。気づかんのんじゃない？気づかん。嘘。ほんまに？うん。なんでこんなダサいっていうぐらいの格好しようかなと思ったよ。気づかんのんじゃない？私がしたら気づきそうだけど。いやいや、何？俺もともとファッションセンスないけど。めっちゃ失礼だな。ということでね、まあ今これ部屋着なんで、これダサいって言われたことだったね。部屋着なんでね。ということで、で母さん、でけミュウとハクトが準備できるじゃん。うん、で、ここに来るだろ。うん。そしたらちょっと、俺呼んでくれる？呼んでくれる、うん、あ、電話するわ、これそうだ、母さんは撮影はしとってもいいやろね、鈴木、はい、で今日はなんかお出かけしてなんかそのお出かけの一日の流れみたいな感じの撮影っていうことにしとって分かる、はい、で、父さんがめちゃくちゃダサい格好で登場するとはいね、OK、はい、で撮影は、でも確信撮りとかはせんでいい、はい、まあ、どういう反応するのかちょっとやってみましょう。じゃあ、レッツゴー。今日は出かける様子を YouTube で撮ろうと思います、うん、はい、おー、どこ行くんかな。父さん遅くない？準備遅い。電話してみて。いいよ。でんで、まだ遅い、早めに。めっちゃ遅いな。何してんだよ。買い物かな？買い物企画かな？買い物したい企画で？うん。遅くない？うん、そう。遅っ。早く。まだ？父さん、まだまだ、はい、来た。やっと来た。え、どうしたん？その班。買い物行こうよ。いや、ん？どうした？ミニオンみたい。どうした？ダサい。買い物行こうよ。え、ダサい？嘘。ダサい？いや、全然ダサくない。ダサいかな。普通やない。普通やない。ダサい。近づいてこんで。ダサい。ダサい。そう。いいと思うけど。これ行こうよ、早く買い物。ファクトとかダサいとかわからないんだろ。確かに。ファッションセンスないやん。いや、私にはファッションセンスのあるミユがいる。関係ない。え、それで行くつもり？これで行くつもり。ね。一緒に歩きたく。行こうよ。はい、行こう。いや、ちょっといい。おかしい。おかしい。なんで？ラムも見て、ラムの冷たい目。ラム、ラム。アイロンビキ。ラム。行こう行こう。あ、行こうね。この時間。行こう。ラムも行かんじゃん。ラム、ラムもいかん。どうしたん？行きません。ラム、ラム、ラム。ほら、ラムや、どうしたん？こんね。ラム、ラム。お出かけ好きなラムがいかんって相当じゃん。こんな。よし、まあ行こう。買い物。こういうになっちゃう。一緒に、はい、手繋いで。おじさん。手繋いで行こう。手繋いで。やだ。はい、手繋いで。はい、や。行こう行こう。あー、ラクが。ダサい。ダサい。ダサないよな。ダサくないよね。ダサい。ダサい。ダサい。その歩き方やめて。やだ。
の企画やだ。でも企画行きたいんだろ、みゆ。買い物企画行こうや。行こうよ、一緒に。なら、味チューも買ってあげる。変な声出して。変な声。意味がよくわかりませんけど、ハッシュのファッションとこのこっちのファッションはどっちがいいかって、こっちが絶対いいよな。こっち、こっち。そう、こっちです。まあ行きましょう。あんたもあの顔に見えてきた。だってこうやって想像したらね。想像して、これ想像して。やだ、本当にミニオンに似てる。ミニオン似てる。ミニオン、これミニオンこうなる。はい、ということで、はい、来てください、来てください。っていうことで、まあなんとなく想像できますね。お出かけはしません。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 やだ、それやだ。それやめて。しません。ねえ。っていうことで、まあ父さんがね、めちゃくちゃファッションセンス悪い姿で登場したら、二人はどういう反応するのかちょっとね、ドッキリ仕掛けてみました。ファクトとかはでもね。ファッションセンスゼロだけ。こっち見んでほしいな。いいやろ、いいやろ。いいやろ、いいやろ。ラックもビビってる。いいやろ、ねえ、ハクどう、これかっこいいやろ、かっこいいやろ。いや、かっこいいやろ。ということで、まあドッキリ仕掛けてみました。どう、このファッション。このファッションを一言で言うと、見えから、めっちゃダサい。え、正直言うとな。はい、ハクトはバナナ。バナナ。バナナらしいです。っていうことで、まあこういう感じだったんですけど、こういう感じだったんですけど、まあこういう感じです。はい、ということで、これじゃさすがに行きません。パパは痛い前、はい、恥ずかしいんで、まあ行ってもいいけどね。ということで、まあ今回はまあ、パパがダサい格好でお出かけすると言ったら、二人はどういう反応するか検証してみました。皆さんはどうですか、この格好どうですか。逆にこの格好ファッションいいっていう人おるかもしれない。なんかさ、なんか想像以上にダサすぎたけさ、気づかんかと思ったら、ちょっとやりすぎた。もう笑いが止まらんな。ダサすぎた、ダサすぎた。ちょっとね、まあ、微妙だったら気づかんかもしれんけどさ、引くということで、まあ、今回は、パパがダサい格好をしたら2人はどういう反応するのか検証してみました。てかドッキリ仕掛けてみました。こういう反応です。はい。はい、じゃあそういうことで、じゃあまた見てね、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバイ。バイバイ。やだ。バイチャバイチャ。てか初めて父さん終わりの挨拶、確かにダサい格好で。はい、バイチャバイチャバイチャ。